はい、皆さんこんにちは、今日は普段使いもそうですし、ランニングの時に使っているおすすめのイヤホンを、ご紹介したいなと思います。私も今までランニングをするときにいろんなタイプのイヤホンを使ってきたんですけれども、最近というか去年かな、出会ったのがバング&オルフセンっていうデンマークのオーディオメーカーの商品なんですけど、すごくスタイリッシュでかっこいいんですけど、ここのバング&オルフセンが1925年に誕生したみたいで、100年近いもう歴史を持っているオーディオメーカーなんですけど、こちらのイヤホンを私は使っています。このような形ですごくシンプルなんですけど、ここにマークがあって、パコッと開けると中はこういう形になっています。でシンプルで飽きのないデザイン、高級感あふれるというかデザインになっています。で、まあ、この辺りもすごくこう指紋もつかないような形でマットな感じでおしゃれなんですけど、ビオプレイ E8 第3世代モデルっていう形で、これもどん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 バージョンが上がって、今これが最新なんですけど、グレイミストっていうカラーです。あともう一つがこういう形でパコッと開けると、ビオプレイ E8 スポーツっていうタイプのもので、それぞれ、私は普段使い、ランニングだったりっていう形で使い分けてはいるんですけど、こっちで走る時ももちろんあるんですけど、なんかね、やっぱ何が違うかっていうと、音の質もなんかすごい詳しいわけじゃないんですけど、つけただけでキンキンするような音の出方はせずに、優しい感じで音楽がすごく聞けるので、走りながらちょっと落ち着いてしまう、いい意味で落ち着く、こうなんかテンション上げ上げっていうよりかはフラットな感じにしてくれるような音の質感なので、私はすごく好きなんですけど、このタイプを今日なぜ紹介しようかなと思うと、その音の部分もそうですし、あとはフィット感の部分も含めてつけ心地が良かったです。携帯と連動させてるんですけど、走っててあまり私は走りながら電話することとかないんですけど、例えば電話かかってきた時とかでもこれで撮れるので、で今までの世代と何が違うかっていうと、マイクが2つついたみたいで、前は1つだけだったらしいですね、片耳、それが2つついたことによってよりクリアに相手にちゃんと話ができたりだとかするので、まあ普段走る以外でも日常生活で電話を受け取る時とか使っている方とかはより聞きやすくなっているのもポイントのようです。このイヤホンもアプリで連動しているのでとてもスタイリッシュな感じですが、これで例えば音量の上げ下げもできますし、リスニングモードって言って、最適とかいろいろワークアウトとかクリアとかあって、そこでしっかりと音の変化も選ぶことができますし、あとご自身でカスタマイズできるので、どういう音がいいかっていうのもタッチでしっかりと合わせることができる。こういう感じでわかるかな、色が変わってたりとか、高音低音とかいろいろとできるので、このあたりもご自身の好きなタイプで音を選ぶことができる。すごく走ってていいなって思うのが、外の音を取り入れることができる機能があるので、例えば走っていてちょっと怖いなってやっぱり思う方もいると思うんですけど、そのあたりも左耳のとこだけタップしてあげるだけで音が一回遮断されるので、外の音を取り入れることができるし、あとはさっき言ったアプリの中でもしっかりオフから始まって、このところで4段階ご自身で設定できるので、外の音を取り込みたかったらこのボタンを押してってクリアにしていく。で、まあ、そこまで取り入れなくてもいい、例えばジムとかの時はもう通常の音楽だけを楽しむみたいな形で、そういう外音取り込み機能みたいなのがついてるのでおすすめです。スポーツモデルのタイプは走ってる時もそうですけど、汗とかかいて濡れてるのもしっかりと全然問題なく使えるので、これお水に30分ぐらいつけててもいい設定にはなっているみたいです。防水防塵機能っていうんですかね、 IP57 っていうんですかね、
ちゃんとその機能が備わってるので雨とか汗にも耐えることができるし、あとホコリとか塵とか砂水にもしっかりと対応してくれるので、このあたりも水深1メートルまで30分間の耐水性を備えているっていうことなので、まあ走ってきて汗かいてこれを洗うこともできると思いますし、そのあたりも問題ないかなと思います。こっちに関してはちょっとの水とかだったら大丈夫だと思うんですけど、防水機能はついていないので落としてずっとっていうのは、対応はしてないみたいなので、そのあたりは注意が必要かなと思います。スポーツタイプだと7時間ずっと使い続けることもできるし、ケース充電で30時間しっかりと充電できるようになるので、このあたりの充電の持ちっていうのもいいかなと思います。で、外出していて使う時とかでも20分間充電してもらえれば 1.5 時間は使えるっていう、もう急速充電も対応しているので、そのあたりも良いのかなと思います。こっちに関してはケース充電で35時間持つのでいいのかなと思いますし、7時間これもぶっ続けで聞くことができるのでおすすめしたいなと思います。買った時にシリコンのイヤーピンとかイヤーチップが付いてるので、ご自身でこのチップの部分を変えていただくとか、あとスポーツの場合だとこのイヤーピンが付いてるのでこれをつけてより落ちづらくしてっていう使い方もできるので、やっぱり走っているとどうしてもこうブレたりとか中でこうちょっと落ちそうになったりとかっていう不安は出てくると思うので、そのあたりはこの付属品の部分で取り替えながらご自身のサイズに合わせて使っていただけたらなと思います。まあでも走る分にはこっちのスポーツタイプの方が密着度という部分ではあるかなと思うのでおすすめしたいと思います。置いて充電できるワイヤレス充電も可能なので、そのあたりもこうなんかおしゃれというか、もうポンと置けば充電ができるみたいな部分でも簡単にできるんじゃないかなと思うので、そのあたりもおすすめしたいと思います。 Spotify のサイトを見ながら私は結構聞いているので、ランニングミックスじゃないですけど自分で曲を選んで、平井大さんの曲とかは結構好きでなんか聞いていたりだとか、あとはアリアナグランデとかテイラースウィフトとか、まあ、なんか比較的いろんなジャンル、アリゾナとか、まあその時の気分によって全然テンションも違うし、音の質感とかそこまで詳しくはないですけど、このバンク&ウルフセンのイヤホンを聞いてすごく耳に入りやすい音質なので、私はこれを聞きながら楽しくランニングをしていますし、楽しく日常生活をしています。こうやってつけててお買い物をしてる最中にレジの方とお話をしないといけない時って、なんかここをこうやって取るパターンもよくあると思うんですけど、このイヤホンだと左耳をピッと押すと外の声がもう聞こえるので安心して喋れる。タッチで全部済みます。いい意味で簡単なんだけど、ちょっと誤作動を起こす可能性もあります。なんかこう髪の毛をちょっとピッてこうした時に手が触れて次の曲に行っちゃったりとか、もうすべてこの右左とかで音止める、音次の2つ曲飛ばすとか音量上げ下げも全部このタップでやっていくので、そのあたりの便利さとちょっと不便さも時々あったりっていうのはありますけど、まあ使いやすいイヤホンではあるとは思います。スポーツタイプだとねサイズ感がやっぱちょっと変わってくるので、これ今この感じですけど、よりスポーツタイプの方がグッと入り込んでより密着してる感は強いので、やっぱり走る時とかこっちの方が好きかなっていうのはあります。はい、今日はバンク&ウルフセンの2種類のタイプを皆さんにご紹介しましたが、やっぱり音楽を聴くことによってすごくテンションも上がると思いますし、気持ちの面でも上がっていくんですけども、やっぱり安全に走るためにもそういう外の音を取り入れたりっていう機能もあった方が絶対いいと思いますし、あとはフィット感とかもすごく重要だと思うので、店頭とかで試してご自身に合うものを選んでいただけたらなと思います。こういうことやってほしいとか、こういうことやったらどうですか的なコメントでもいただけると嬉しいです。またチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。